おねえさん、こんにちは。勘です。ということで、今日からですね、この同時復刻ということで、新春2022星5フェスガチャが登場しました。まあ、同時ということでね、普通やったらなんか1個のガチャにね、3体まとまってみたいな感じやねんけど、こうやって分けてる感じですね。個人的には、ちょっと一緒が良かったな。俺、回帰ミュウエとリネア持ってないんですよ。<laughs> まあ、確かに今、リネアだけ欲しいって言ったら結構ありかもせえへんけど、まあ、むずいな。しかもまあ、もしさ、分けるんやったらもう1体1体1体の方が回帰黒かった だけ欲しいって人がやったら嬉しかったんちゃうかなと思うけどまあ一応ねこれね分けて毎日1回無料がありますんでぜひね毎日2回はガチャ引いていただけたらなと思いますあとまあこういう復刻フェスガチャチケットでもねこれ引くことができるんですけどまああのー、あれですね土日になんかタワーに行ったら なんか、ルーレット回すことができてもらえる分と、あと、何があるかなんか、何かでももらえるかなと思いますので、まあ、ぜひ、ちょくちょくね、集めていっていただけたらなと思うんやけど、まあ、この、復刻メスガチャチケットって、確かね、クリスマスぐらいまでね、あの、猶予あるんですよ。お、星子や上から降ってこい はい普通に被りましたでも普通にいいですねラインズマンシャル今は使えないですけど強くなったらめちゃめちゃ暴れそうな雰囲気はしているうんで何してたっけそうそう「復刻フェスガチャチケットのね有効期限に関してはここに書いているんやけれどもこちらですねあクリスマスまで持たないですわ11月28日までって感じになっているからまだね復刻フェスガチャチケット、ま、使えるわけですよただもうあと1ヶ月かこれらの。 何これが終わってから。なので、あとまあ、2回更新が来る感じなのかな何が来るかちょっとわからないですけれども、まあ持ってないキャラがおるんやったら、まあもう引いていただいても結構いい説はあるよね。最後に一ちゃん強いキャラが来るとは限らないんでね。まあ特に俺の場合はね、まあ2人とも持ってないって感じになるから、まあ割と引いていこうかなとは思っております。で、まあスタンプ1個目の時ね、1 5 0ジェルで引くことができるんで、まあそれで10%の確率で回帰黒かとか、あとまあ何やったっけ、怪奇ミュウエが登場するバージョンとリニア が登場するバージョンがありま,すんでまあまあそれもまあ引くんであれば引いてくれたらなと思うんやけど150って重たいよね普通というか前まで50ジュエルとか多くても100ジュエルみたいなパターンが多かったんやけどまあ、割と新しめなキャラクターっていうのもあって150でまあ引かせるみたいな感じになってるのからで今回からまた新しい課金のやつが増えていて1万円でねギアスタールーン1,500個保存してワンカールーン300個でま毎試六670個がねまあゲットできるやつが追加されてかつまあいつも通りのやつ ですね3回まで引けるこの4,400円で SG は255個と、まあ、ギアスターのアンカールーン金のスキル解放アシストラケットって感じになってるんやけど、まあ、ギアスターアンカールーンの数で言えば、まあ、圧倒的にこっちの方がね、まあ、お得ではあるんやけど金のスキル解放アシストラケットがまああれですよね合計でサブ618本もらえない感じになるからそれはそれちょっとねどっち選ぶかむずいところではあるけどさすがにこっちの方が、まあ、お得ではあるんやけど金のスキル解放アシストラケットも欲しいんやったらこっちでもいいような気はする、まあ、s、G、ルのお得さで言うたらこっちの のがね高かったりはするんでまあそこはね、自由にしてくれたらなぁと思うねんけど、俺もそろそろね、アンカールーンが、もうあと50個ぐらいしかないんでね、<laughs> ちょっと買わなあかんなっていうのと、あとまあ SGL もそんなにないんでね、ソロ墓地追加かなとか思ってたりするんやけど、マジでね、正直、まあ 150SGL みたいな前もね、つおうたんやけど、この復刻の時にね、まあ別にね、当たらないこともザラにあるんでね。<laughs> まあまあとりあえずまあ次なんか来た時に課金しようかなと俺は思ってるただギアスタールーンとかが欲しかったらまああの交換所でゲットできる分とかもあったりするけど割とまあこんな大量にゲットできるような課金ぐらいなもんだと思いますんでまあそこはあのご自身の判断にお任せしたいなと思いますえどうしよう俺怪奇ミュウエーと戦うの結構苦手やけどリニアもね結構戦うの苦手なんですよねでこっちは怪奇クロカが出る可能性もあることを考えたら俺はリニアを引いていこうかなと思います はい。50人前あるのか。どうしようかな。もう30ぐらいいっちゃう次何来るか全然予想つかへんからね。前はなんかね、テレシアってなんか、なんか流れ的な感じがあったんでね。ちょっとそれを予想することができたんやけど、あのなんか流れ的にこうなってますよ、みたいなのがあったらぜひ教えてくれたらなと思います。今までのガチャの順序とかなん覚えてない。で、星5が今1体も出なかったよね。<laughs> まあまあ、昇格の可能性はあるけど、もうないね。オッケーオッケー。はい。まあ、こういうこともありますと。これが、エースジェリー1 5 0個で引いた時も起きるし、なんなら10%チケットでも星2のキャラクター出ることとかね。90%の確率でありますんで。あ、星3も含めなんですけど。なので、まあまあ、あれやけど。お、いいで、ね、いいねさっきの分の星5は回収しておりますと。はい。で、最後の2個が星5確定。いいですね。今回のラインナップどんなんやろうな見る忘れてたんやけど、とり。はい、ず次ぐらいから、はい、ラインズマン小読み、上から振ってきてお願い お、いいね、サイレアラゼ。まあ、持ってるんやけどね。持ってるから別にいいことはないんやけど、まあ、いいでしょう。<laughs> で、チケット1枚1枚使うよりね、10枚まとめて使ったら11連引くことができるんで、まあ、個人的には10枚まとめて使うが、あの、おすすめではあるんやけど、 ま、人によってはね、まあ、その一枚一枚引いていった方が、なんか真剣な当たるぜっていう人とかも、なんか、ま、あおったりはするんで、まあ、そこは自由にしてくれたらなと思うけど、ま、あ確率論的に言うと、10枚まとめたのがお得ではある。で、今回3個も来たね、星5次やんな。ドン。はい、まずミーアね。まずミーアからの、あーで、一回挟んでからの星5星5やんな、確か。お願いエディね、この子めちゃくちゃ金色でかっこいいんやけど、全然使われへんから、あの、早く強くなってください。ドン。あー、アスレット、今ほど飛んでもた。<laughs> まあサーバーすらなんか最近俺ゲットしたんやんな。えー、どうしよう。もうあと10連しちゃう。でもこれ多分ね、もうほとんど手に入らないんですよね。もうマジで集めれてもう10枚20枚がそこらやと思うんでね。なんか確かログインボーナスかなんかでね、こんだけいっぱいもらったんやったかな。ちょっと初めに10枚もらうとかな。そんなんやったかな。ちょっと忘れたけど。とりあえずまあそんなにいっぱいは手に入らないので、まあむずいけど、まあまあ持ってないキャラクターの時に弾けるっていうのは嬉しいので、 もうな,んなら全部使っちゃうかでもうこれ最後星5確定やったやんな上から降ってきてくれてもいいねんでお願いお願いはい闇の王子 <laughs> <laughs> 俺ね、結構ガチャ運で、ね、復刻系弱いんすよ。シーズンガチャもね、あの、めちゃくちゃ、もうあの、エースジェールとか使ってまでもね、あの、いっぱい増やして、120連、10連ぐらいしたんやけど、もう一回も新しいキャラ出なかったからね、まあ、ミぐらいしか持ってないキャラがおらんから、あれなんかもせえへんけど、霞がほんまに欲しかった。けど当たらんかった。っていうような感じで、マジで復刻は、 ちょっとね微妙やったりするんであ前ちょっとね新キャラ当たったけど昔のギャラクターやったからそんな意味はなかったみたいな感じですねはっ、あ、星5来いうわ来たマジお愚痴を垂らしてたらやった <laughs> めっちゃ嬉しいでいいけどえマジ 復刻で当たった初めてじゃないですか。初めてってことは絶対ないやろうけど。あ、めちゃくちゃ珍しいですね。え、嬉しいこの子あれやんな。レクトの方が強いみたいなやつやんな。あとまあ結構アイデアダメージ与えることができるんで、まあ結構そこも熱いみたいな。え、俺何枚残しうおすご俺全部使ってよかった。30連止めとったらただのなんかで悲しい人やったからね。あとはじゃあピックアップガチャではありませんって書いてるわ。ってことは、あれですね、1.2%の確率で、このなんか、 あの、これとかの場合やったら、ほら、ティナが1.2%の確率で出るとかあったりするんやけど、普通に25分の1の確率、0.4%の確率でしか出ないみたいなのがあったりするんで、まあ、この子たちが当たる可能性は低いんですよね。うん、やっぱり25体分の1ですね。なので、まあ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 、<laughs> 250連したら、1体当たるって計算で合ってるなんか違うような気もせんでもないけれども、そ,そう考えると、まあ俺の、 何今の運的には良かったのかなっていう感じですねで、まあ、ミュウェイクロカもまあ同一の確率で出るし他のゲオティナとかも同じく出るみたいな感じになるのかまあまあこの子たち回帰、まあ、クロカが今の環境では結構使えると思いますんで特にまあちょっと前に強くなったね水着青の王の対策としても使うことができるしあと誰がおったかなカスミともね割とまあ戦い合えるっていうメリットがあったりはするんやけどまあエアーモード使いこなすの難しかったりするからねただまあ最近まあ エアモードのキャラクター増えてきてはいるんで、まあ、使える方も多いかなと思うのでもし自信があって回帰クローカー楽しそうだなと思うやったら引いてもいいと思う普通にグラスにおいてこの子は結構強いですね多分 MVP ルカに対してもいけるんちゃうかなごめん戦ってないから分からんけど MVP ルカでもあれか陣に入った空中締め向こうつくからそんなに無理かもやけどまあエアモード特攻であったりとかねあとバース10秒間できるっていうのは結構良かったりはするのでまあまあそんな感じになるのかな いや、ま、今回、未処置キャラ出て、すごい嬉しいですね。てか、この子の手、なんか、すごいな。こんな、機械的な。これはグローブをはめてるのか、ちょっと思い出とか見たらわかるんかな。ちょっと分かれへんけど。まあ、ちょっとね、今回の動画、喋りすぎたかなと思うので、リニアの動画というか、使用動画に関しては、まあ、明日、わからん。明日もしかしたらもう動画2本分、ネタ決めてはいるんで、明後日とかになるかもしれないんですけど、まあ、一応、まあ、あの、今回ね、この子手に入れることができたんで、近々使いたいなと思います。普通にこの子体力をめちゃくちゃ枯らすことができて、なんかね、ミュウエとか 固定ダメージ受けるダメージの最大値が15っていう性能があるんやけどそれでもねこの子はそれを無効化するっていうものがあるんでもうほんま体力枯らしまくることができてかつレクトが嘘みたいなね能力をまあ発揮したりするんで普通に使うのは楽しみかなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイ。